押し付けられるなんて。凌介が死んでな、お前が俺に会いたがってるんじゃないかって。お前はオリンピックも行けなかったんだろって。何やってんだ、お前は20年前と同じ様だ。悔しかったら取り戻してみろ。オリンピックに挑戦するんです。美和先生、私には勝てないよ。先生、行こう。空を飛べる、今ならできる。アスカは学校に行く、私はオリンピックを目指す。それが二人だけの約束。